西洋美術館がなんと見えない。来年の春まで休館らしいです。びっくりした。去年のナショナルギャラリー、ナショナルギャラリー展に来たっきりだったので、ね、あのあれなんだっけ、常設展って大学のあれでタダだから、もうちょっといっぱい来ときゃよかったなと思いました。この表慶館の裏の出口から出たらすんごいいい場所がありました。設計谷口義雄さんかなって思ったらやっぱりそうでした。モマの新館の設計した人ですね。東京都美術館は右奥にあるので歩いていきます。いいよ、このここはあの音消すから喋ってていいよ。名前も作品も知らなかった人ですけど、本当に見て感動しました。なんかまず版画の魅力に惹かれました。版木を削ったり、色つけて刷ったり、すっごい手間がかかるのにあんなに細かく、しかも綺麗な色で作品を作ってて、もう圧巻です。特に吉田博の何が魅力かって、まず主に風景画っていうのが僕の好みで、かつ光の表現が本当に素敵で、色の使い方とかがすごい優しいんだけど、しっかりその風景の良さが出てて最高でした。あとは版画だから、同じ版木で色を変えることで昼と夜みたいに同じ場所で別の時間帯の風景を描けるんですよね。そういう作品がいくつか並んで展示してあったのですっごい良かったです。特に夜の水に映るオレンジっぽい明かりは個人的なマイブーム、本当に好きです。好きすぎて図録まで買っちゃいました。というわけで、吉田博のこと、版画のこと、風景画のことをかなりよく知れたなって思うので、吉田博展に行ってよかったですっていうお話でした。 Thank you so much for watching and I'll see you in the next video. Bye!